待っていてくれ。おっと、さあ次は視点変わった。今のお前に予想を案じる暇などない。お前来やがったか、謎の男。お前は何者だ、なぜ木の葉を狙う。俺のことを聞いてどうなる。お前らはもう間もなく終わるというのに。ああ、次こっちか。うわわわわ、待って、序章でしょこれ。序章がもう、すでに希望などお前らにはない。いいじゃんいいじゃん、もうクライマックスが半端ねえ。さあさあさあ、これは銃を操ることの力を持ち、そして木の葉に準備できる忍び、それに当てはまる人物は俺の知る限りで一人しかいない。あなたが内葉マダラだというのか。そう、マダラなんだかね、どうなんだかね。どうだ、こいつの意味深感。まずい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 、どこ行った。あー、動きがね、やっぱ迫力あるね。よいしょ、影分身も使っていく。影分身じゃない、代わりの術も使っていく。なんかさ、俺さ、代わりを4代目火影の名は伊達ではないよ。なんだ、なんか出たぞ。待て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 、里を守る、それが俺の役目だ。なんか出てる。お、来た。あ、これはまさか。の段来たー、これすげえ。なにこれなにこれなにこれ、普通の戦闘の中に隠しアクションがあるってこと。めっちゃいいやん。だってめっちゃいいやん。クッソテンション上がるんですけど。でねねね、どんどん使ってこう。うわ、入ったー。さらにもう一丁。お前超絶しぶといな。いや強い強い、普通にね、この壁の男強いわ。でも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 、まあ負けんでしょうね。おいっしょい。いや、こうやってさ、隠しアクションを練り込まれたら、俺、カットできねえわ。めちゃめちゃやりごたえある。お、これは、契約封印。これでキュービーはお前のものではなくなった。この戦いは、絶対に負けられない。そうなんだよな。ナルトが生まれてんだよな、この時点でよ。これで、さすが四代目火影、この俺に手傷をくれ、キュービを引き離すとはな。だがキュービはいずれ俺のものになる。俺はこの世を滑るもの。やめろよ。あの感じ、嘘で言っているんじゃないけど、今この葉守んなきゃな。いや、これね、やべえ。2と、2見てきた人、ね、わかるよね。クオリティの上がり度が半端ねえぞ、これ。超テンション上がるもん。やっぱ2はさ、結構ね、歩いてる時間実は長かったんですよ。で、全部その辺カットして、で、ピックアップして大きなバトルだけ、みんなに動画で見てもらってるって感じになったんだけど、これはね、結構ボリューム多いと思います。いや、楽しみだな、これから先がよ。さあ、いきなり、そうか、里の外へは追いやった、次々に仕掛けるのじゃ。だいぶ優勢だね。ただそんなんじゃへこたれねえよな、キュービーなんてな。ほらやべえぞ、もう一丁来るぞ。これは、まあ、俺をやる気か。まずいぞこれは。お、あ、来たさせるか。くそ、かっこええやん登場。抑え込む。いやいや、もう忍者とか関係ねえから。これ港か、四代目。分かってる。おお、キュービごと容赦な。わ、すごい本当に。港、キュービごと飛んだのか。あっちか。ああ、あそこで吐かせたってわけか。
やばくね、これでも。これは？あ、視点が変わってるね。迫る脅威にただの一度も臆することなく。クシナの視点っぽいな。大丈夫かい？大切なものを守るため最後まで戦った。ここまではなんとかできたけど、俺のチャクラはもう。やばい。あいつは必ず止める。俺には守らなければならないものがある。大切なものがある。守るべきものがある限り、俺は。これは英雄の物語。最後まで諦めない。私の愛する英雄の物語。わあ、これで序章が終わるんだ。迫力半端ねえわ。